こんにちは。ちょっと早いんですけど、今日は学校でハロウィンパーティーをやります。っていうことで、このピカチュウのコスチュームを着てます。カナダではハロウィンの時は家の周りの家に行って、ドアにノックしたら、チェックチーって言ってキャンディーもらえるんですよ。すんごいいっぱいもらえる。それは日本でやんないんですよね。多分アメリカもやりますし、ヨーロッパは分かんないんですけど、やるかな。それは日本人から見たらちょっとおかしいだろうけどね。でもすごく楽しいです。日本ではハロウィンのあんまりパーティーとかしないんですよね。多分私の大学は国際大学だからするんですけど、他の大学とかはしないと思います。皆さん何をするんですか？ハロウィン。もし何かするんだったら教えてください。じゃあパーティーに行ってきます。あとコスチューム着たいので、尻尾が可愛いです。こんな感じです。かわいいでしょう。イエイ。じゃあ行ってきます。またねー。